中距離電車、中距離電車、または中距離列車とは、電車区間を走る電車列車より、長い距離を走る列車のことを指す。主に、東日本旅客鉄道、JR 東日本東京地区で、電車特定区間を超えて運転される、普通、快速列車を指す属称として使われている。この列車は、中電と略されたり、エム電、エム電とも呼ばれることもある。 本校では、その由来や、それを俗称として使用している電車などについて記述、また、以下は電車を中心に記述するため表記は、中距離電車とする。中距離電車という名称の由来は、常磐線の取手行きの快速電車と、土浦、水戸方面への普通列車が同一線路に混在するため、それを区別するために呼ばれたことである。同じような現象として、 かつての中央本線の東京口も、急行電車、後の快速、特別快速電車と普通列車が同一線路を走行し、停車駅も普通列車の方が少なかった、新宿高尾間では立川のみ停車こともあった。一般的には、中距離電車を略した、中電、または、エム電と呼ばれた。また、常磐線では、中距離電車のことを、赤電と呼ばれた時期もあった。 本節では、中距離電車という名称を使った案内、表記を記述する。なお、各旅客鉄道会社については JR、旧、国鉄のみを記述。それ以外の大手手鉄は、路線総延長距離や各々の個別路線延長距離が、JR より短く、各会社の公式資料などでも、本校の名称は使用されていないため、割愛する。鉄道各社における、 中距離電車の案内や表記については、首都圏の JR 東日本の電車特定区間では、運転系統を指す路線名か快速列車として案内されるため、実際に中距離電車の案内や、それを駅で表記されることはない。ただし、JR 東日本の公表資料では、常磐線東京口の列車に表記されている。かつて中央本線の東京口でも常磐線と、 同じような現象だったが、案内は普通列車であった。その他の線区での中距離電車に該当する電車列車は、東海道本線では1950年、昭和25年3月1日80系、電車投入以降の湘南電車、東北本線、宇都宮線及び、高崎線では、東北、大雨方面及び上、新越、上越方面の長距離列車に対し、 近郊系、電車、115系など、を使用した列車、横須賀線や総武本線では1980年、昭和55年10月1日からの SM 分離前後の快速電車などであるが、それらについても、普通電車、中距離電車などとは案内されることはなく、公式資料においても、その表記はない。また、この名称のはっきりとした定義は、 各線区ごとで距離や運用車両などが区区であるため特段にはされておらず他の JR 各社では首都圏とは異なり近距離電車と中距離電車の区別はされていない書籍やウェブページなどでの中距離電車の記述表記は鉄道ジャーナルでは2015年1月号 P282015 年1月号 P27 写真で見る アーバンネットワークの快速電車 P65 首都圏 JR 各線の快速電車に鉄道ファンでは2006年1月号 P38P51 鉄道ピクトリアルでは2006年11月号 P542018 年3月 P10 などでそれぞれ記述表記されているまた Web ページでは乗り物ニュース2014月10月20日掲載記事や 東洋経済オンライン2018年1月22日掲載記事にその記述表記がある。本説では中距離電車として該当するとされる車両を国鉄時代 JR 東日本 JR 西日本の小説に分けて記述する。なお他の JR 各社においては前述の通り区別されていないため割愛する。国鉄時代から 電車特定区間を超えて運転される電車には、東海道本線等の直流区間で使用された、80系や横須賀線などで使用された70系などの旧型電車や、新性能電車として製作された、両開き扉を車両の両側3カ所に配置し、セミクロスシートを備える、いわゆる均衡系車両が投入され、 その代表的な車両形式は111.113系や115系、ステンレス製の211系、常磐線の交流区間まで乗り入れるため使用された401.403系、415系などである。ただし、常磐線や中央本線では使用車両に属称として付けられていたが、それ以外の路線では特にその属称は付けられていない。JR 東日本では、 1991年に価格半分、寿命半分をコンセプトにした車両を開発し、試作車の901系と、その両サ系の209系を製作。209系を基本に、均衡系電車区分の E217 系を製作。その後、E231 系で初めて普通列車用電車の区分において、通勤型と均衡系の形式上の区別を廃止し、 首都圏向けにおいては、ドア数も4扉に統一するとともに、一般系電車として、形式、区分を統一し、E231 系と E233 系では、通勤タイプと近郊タイプがあり、運用上の区別がされているほか、2005年には、硬直流バージョンとして E531 系を常磐線に導入した。なお、JR 東日本の公式資料において、 それに該当する車両として付けられているのは E531 系のみである。西日本旅客鉄道 JR 西日本の電車特定区間においては、通勤系電車が走行する区間では、快速として運転されていて、通勤系電車を使用する各駅停車との緩急接続が図られている。京都、大阪、神戸の三大都市を結ぶ東海道、山陽本線は、 戦前から電車が運行され、また各駅停車の他に、速達列車として急行、後の快速が運転されてきた。戦後になって、電化区間の拡大により、京都駅伊藤や西明石駅勢にも、電車運転が行われるようになると、京都駅西明石駅間の快速が延長運転されるようになり、中距離電車としての性格も合わせ持つようになった。やがて快速の停車駅の増加に伴い、 京阪神の連絡の面ではサービスが低下し、また、上記の区間外では、各駅停車のために時間を要するようになっため、さらに停車駅を少なくして、速達性を高めた新快速が運転されるようになった。新快速の車両は、当初、新幹線の延伸による、急行列車の廃止に伴って年出された153系が使用されていたが、 並行施設の車両に対して見劣りしていたことと、車両自体の老朽化のため、後に転換クロスシートを備えた1 1 7系が投入されるようになった。JR 西日本発足後は、2 2 1系、2 2 3系、2 2 5系といった車両が次々と投入され、快速運転区間の拡大、新快速や快速の増発を行っている。 2016年3月26日現在、東海道、山陽本線系統の快速列車は、西は、番州阿尾駅、上郷駅まで、東は、前原駅を越えて、快速が、長浜駅、新快速が、福井県に乗り入れて、鶴ヶ駅まで運転されている。なお、JR 西日本の公式資料では、その表記はないが、一部書籍にて、その表記がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。